わお、こんにちは、赤いトンボさん。なんか追いかけてきそうな感じではないかも。まあでもおかしいな。いやこんなんいたら見えそう。全然チェスないもんね。おらんかな。おらんわ。綺麗やけどもええとこ入ったけどな。背のとこにおらんぴー。ピピピピー。よい、あぶぶ。行くよー。浅いとこも行くよ。やりまーす。こんにちは。これしまぬで2gのスプーンに変えました。雷怖いよな、この時期。車の音とか雷の音を聞いてるから。さあ、あそこいいやん。いいね、こう。でもなんか最近、すごい雨続いてたから。リセットされてんのかなと思って見てみてください。
なんか水が綺麗すぎて、なんか透明はもちろんなんやけど、青いっていうの、めっちゃ綺麗。あと涼しい。ただもプレッシャーもやっぱ高そう。わお、こんにちは、赤いトンボさん。こんなん調子してたら見えへん。ただ待ち待っててさ、深く潜るからさ、結構下の方まで隠れるんだよな。これあれかな、なんかフローティングビノを流してった方がいいかな。あ、ミスった。なんてミスをしたんだ。うわ、トンボか。チェイスなしよ。蝶々、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 緑の毛がちょっと、ここの岩裏だって。あ、もう、ペタッと。いい感じで濁り入ってるから、普段、そんなにやらへんと言っても、ちょっと細かくやっていきます。私あんまスプーンで釣れてないの、なんだろう。なんか毎年スプーンでめっちゃ爆上する季節あんねんけど、なんか今年なかったな。最後やから釣りたいな。このサイズでもいいから。ちょっとほんまさ、あれ予報やってるけど思ってるね。曇りなんはすごいありがたいけど、雷ならへんから、心配。ちょっと増水してるかな、やっぱ。でもなんか、ヤマメの姿が全然当たらんけど、大事もないし、ちょっとおかしくないんやけど、ね、その増水で、まだ分からんこといっぱいやな。さ、厳しい時やからこそさ、かけた時はバラしたくないよね。いつもバラすから本当に。この色を見せる日は、オーマイガー。あ、帰ってきた。かわいい子には食べよう、食べよう。でもさ、ここさ、いつも膝下ぐらいやってんやけど、もう膝上まであるな。結構ぶっ飛んの。やっぱちょっと高濁りかな。台風がね、多いからね、ほんと。めちゃめちゃ水気ある。あー、ここ。あぶね。うん、めっちゃ腐らん。わぁ。なんか増加してるだけでこんな雰囲気変わんやなと思う。これ2枚の1匹だけかな、最後の兆候で。え、もうだって、この感じが